2つ目の工場の近くまでやってきました。ここでは今お持ちになっている丸山茂樹さん監修ウェッジのもう一つタイプ S というものを、そうアスリートの方を作っています。どうですか、ちょっとこのウェッジの印象は。まあかっこいいっていうのが一言で見た印象ですかね。丸山プロデュースって書いてある。ちょっとさっきのは結構優しげな感じだったんですけど、これはかなりアスリート仕様なので、あのさっきと比べるとこのバンスがあまりないですね。ここも少し薄いし、うん、構えてみた印象とかはどうですか。普段自分が使ってるのにやっぱ近いですね。シュッとしてるので使いやすそうな感じです。今回の工場ではあの削りの部分を見せてもらいます。はい、了解です。では行ってみましょう。はい、お願いします。ここでも宮本さんに解説していただきながらやっていきましょう。よろしくお願いします。今からですね、ウェッジの、番手の刻印、ソールの部分の、刻印っていうのを、ちょっと見ていただきたいと思います。だったものが溝入っちゃってますね。ちょっと触ってもいいですか。触ってみて。メッキですか。メッキしてないからちょっとザラザラしてるような。フェース面はどうですか。フェース面はもういつも見てるような状態です。今ですね、今重量調整とかの専門家できないってことできない、ね、そうですよね。
これをするとここが変わるって決まってるんですね、もうね。そういうことですよね。そうそう、高くポジションの入れ方というか。今はもう職人の経験ですね。出来上がりだ、うん、ありがとうございます。靴にはかかりやすいようかね。はいはいはい、その分、はい、目の荒いやつを使うほどちょっと靴がこうね、目の小さいやつね、ツルツルになってしまうしが、粗めが残ったような感じだからね、うん、こんなはっきり違ったらね、ちょっと打ちやすそうな感じがしますよね、はい、ここに当てないと、うんうんうん、なんとメッキですね。はい、ありがとうございます。ちょっとこう色が違いますけど、比べると確かに。そうそうそう、まずはこれが完成品。完成品、はい、本当だ。新色のソフトブラック、新色ですね、はい、比べるとこれ選べるんですか。はい、選べます。注文の際に、ね、注文の際に、半々ぐらいあるんですか。
あの受注で作るんですよ。注文を受けてから受注製品。はい、まあ、ソフトブラックっていうのはメッキの加工が違うってことなんですか。そうそう、色が違う、はい、ね、これもあの、ね、下に銅がついてますからね、うん、4層メッキ、4層メッキです。さっきおっしゃってた銅が入ることによって打感が柔らかい鍛造の打感がさらに柔らかい、さらに柔らかい。まあこうどこでも4層メッキだと高くつくからね。うーん、まあそれ、そうですよね。それだけこう工程を重ねなきゃいけないわけですよね。普通やったらね、2回すんとこね、うん、4回線だからね、うん、動画で見ると分かりづらいんですけど、うん、黒いですよね、ソフトブラックは。ちょっと違いますよね、やっぱり、うんうん、あとちょっとなんかマット、マット感になってるような感じ、うん、少しですけど。そう見えますよね、うん、光がね、はい、少し反射の具合がちょっと違いますね。もっと真っ黒なやつとかもありますもんね、うん、あ、そうそうそう、真っ黒なやつもありますよ、うん、実際にはあと最終ここにあの色を入れて、うん、あ、ここの文字のところに、はい、文字のところに色を入れて、うん、で、あの組み立てて完成形で、うん、まあこの色ね、色をね、入れなくていい人も多いから、うんうん、いや、かっこいいですよね、うん、はい、なんか今の状態でも十分売ってみたいです、うん、打感が4層加工がすごい気になって自分も知らず知らずに打感が柔らかいっていうのがやっぱ好きなんで、抜けと跳ね返り、バースの跳ね返りがもう全然ないなっていう、抜けがすごいねっていうのを声はいただきました、はい、丸山さん絶賛の抜けの良さという、うん、楽しみ、はい、注文するところがないすげえな。宮本さん、あのこれじゃあ、まあ、市川町のアイアンって注文してから作ると思うんですけども、はい、この新色が出たっていうことで、はい、もう注文した時にそのフォームとかでソフトブラック希望って言えば、そうですね、うん、はい、希望色を言っていただきましたら、うん、はい、その時点でそのソフトブラックの方の出させていただきますので、うん、ではもうこれで次は早速打ってみようということで、はい、行きましょう、うちに。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回の動画はいかがでしたでしょうか。なんと今回丸山茂樹プロプロデュースの市川プレミアムシリーズエッジをなんと視聴者プレゼントをしていただけるという、はい、しかも豪華に2本1セットを1つずつ計2セットってことですかね。そうですね、2セットをプレゼントしていただけるということで、はい、ちょっと私も欲しいなって思ってるんですけど、概要欄にありますのでぜひ見てください。タイプ S はブラックの注文も可能なんですか。可能です。 K の方は選べないの。あ、そうですね、 K の方は1色だけになってます。はい、タイプ S のみ2色の展開になってますので、ご注文の際にうん、どちらの、ね、色がいいか、まあ、選ばれた人に質問するっていう感じで、はい、はい、選んでいただきましたら、はい、対応させていただきますので、じゃあぜひ皆さん応募してください。応募してください。ありがとうございます。よろしくお願いします。